不動産業界の用語。はい、こんにちは、レトスの小野です。今回なんですけども、不動産業界の、用語がわからないというようなご相談を、複数ちょっといただきましたので、この点について、解説させていただきたいと思います。不動産業界で働いている方っていうのはもう、普通にわかる、話なんですけども、不動産業界で働いていない方っていうのは、この宅建の勉強をしてても、何を言ってるのか、特に宅建業法ですね、何を言ってるのかわからないっていうことが、ちょこちょこあるんですね。なんで、その点について今回はちょっと事例を出しながらですね、解説させていただきたいと思います。で、まず、最初に、解説する用語なんですけども、媒介という言葉ですね。で、その後に指定流通機構についても、解説させていただこうかなと思います。まずですね、媒介っていうと、一般的には仲介っていうイメージです。仲介。駅前とかに、エーブルさんだったりとか、アパマンショップさんとかありますよね。そういったところをイメージしていただくと分かりやすいんですけども、仲介をしてますよと、いうイメージで、ここはエーブルさんだったりとか、アパマンショップさんなんですけれども、その、エーブルさんとかは、自分で物件を持っている、所有しているわけではなくて、実は、売り主さんがいて、売り主さんから物件を預かって、紹介をしてるんですよ。で、ちょっとここで考えていただきたいのが、もう売買物件をちょっと今回考えます。で、ここから半分ですね。こっちが売り主側です。こっちが買い主側です。で、一般的にここっていうのはもう全然、もう全く知らない者同士なんですよ。ここからこっち側の売り主側の人間と、買い主側の人間っていうのは、もう全然知らない、人同士です。で、ここについては、知ってるものっていうか、売り主さんが、媒介業者さんに対して、宅建業者ですね。宅建業者さんに対して、この土地売りたいんですけどっていうふうに、事務所にね、店舗に赴いて、お話をする流れになるので、ここは、知ってるものっていうのか、知り合いになるわけですよね。で、こっちはこっちで、こんな物件買いたいんですけどもっていうような形で、宅建業者さんの事務所店舗に行って、相談するわけなんで、ここの2人とここの2社ですねは、知り合い同士っていうか、とりあえずは、顔見知りになるわけです、初めにね。で、その後どうなるかっていうと、後で契約するので、こことここが、初めて顔を合わす、契約の時に大体初めて契約顔を合わすっていう流れになります。とりあえずはこっち二つに分かれているんですよと、いう流れですね。で、まず最初に売り主さんは、この土地売りたいんですけどもっていった形で、宅建業者さんと契約を交わすんです。で、これが媒介契約という、契約内容なんですね。一般的にはやっぱり媒介契約が多いです。代理というね、代理契約っていうのもあるんですけども、とりあえずは媒介契約で考えましょう。で、媒介契約って何かっていうと、宅建業者さんに対して、買い主さん探してきてくださいと、いうような感じで、依頼するっていうことなんですよ。で、代理と媒介の違いなんですけども、媒介っていうのはあくまでも買い主を紹介してくださいって話で、業者が契約をするわけじゃないんですね。業者が売買契約をするわけじゃない。つまり、こことここでこう契約をするわけじゃないっていう話なんですよ。あくまでも、買い主さんを探してきて、ここで契約をするんです。売り主と買い主で。代理の場合っていうのは、もう業者が、売り主代理人として、業者が買い主とかと契約をするんですね。でも、そうじゃないよと。あくまでも買い主を見つけてくるだけだと。いうような話です。これが媒介ですね。仲介っていう言われるものです。だから、紹介するだけですよっていう話ですね。で、媒介契約をしましたと。で、この媒介契約にもいくつか種類があるんですけども、大きく分けると、一般媒介と専任媒介っていう二つがあるんですね。もう一個細かい専属専任ってあるんですけども、とりあえずちょっとこれは置いといて、一般媒介と専任媒介があるんです。で、一般媒介って何かっていうと、この売り主は、複数の宅建業者と媒介契約ができるっていうのが一般媒介なんですよ。一方で専任媒介っていうのは、この業者だけしか媒介契約できないと。いうのが専任媒介なんですね。なんで、不動産業者っていうのは、大体、こういった売り主さんが店舗に来たら、専任媒介を取るんですよ。
まあそのように大体、上司からね、会社の方が言われている場合が多いんですね。で、これなぜかっていうと、専任媒介で契約をすると、最大3ヶ月間、更新はできるけれども、まずとりあえずの一旦の契約では、最大3ヶ月間までは、ここで契約をすると、この売り主は他の業者と契約を結ぶことができないんですよ。つまり、とりあえず3ヶ月間はもう自分の物件として、いろんな他の業者さんに紹介することができるんですよ。買い主を探すことができるんですね。他の業者に頼むことができる一般媒介にすると、こっちの業者も探すわけじゃないですか。そうすると、買い主を探せない可能性がある。他の業者に取られちゃう可能性があるわけですよ。なので、できるだけ、自分の会社を通した方のが報酬が入るわけですよね。仲介手数料が入るわけですよ。最終的にここで契約をすると。だから、専任媒介でできるだけ取ってくださいっていうふうに会社の方で言われるわけです。で、まあ、専任媒介をしましたと仮定しましょう。で、専任媒介契約をすると、この宅建業者次何やるかっていうと、指定流通機構に登録するんですよ。この物件の内容を。こんな物件、売り物件で出ましたっていうふうに、レインズっていうサイトが実はあるんですね。指定流通機構が、まあ、運営しているサイト、レインズっていうものがあるんですけども、そこに登録するんですよ。で、これなんでそんなことするかっていうと、そうすることによって、全国の宅建業者がそのサイトを見てるんです。そうすると、この売り物件が出たっていうことを、他の業者が知ることができるんですね。だから、初めは、売り主側と買い主側って全く別で知らない者同士ですよって言いましたよね。でも、指定流通機構に登録することによって、こっち側のこの業者が見つけることができるんです。こういった売り物件が出ましたよっていうふうに、買い主さんに伝えることができるんですよ。で、まあ、買い主さんが、まあ、その情報を見るわけですよね。この売り物件の情報を、この指定流通機構から、情報を取得して、買い主に見せるわけです。こんな物件出ましたよと。で、買い主さんが、いいね、この物件。じゃあ契約しようってなった時に、初めてここで契約が締結されるわけなんですよね。まあ、ここでのやりとりありますよ。どんな物件ですかっていうふうに、この業者が、こっちの売り主の業者に、電話するわけです。で、図面くださいみたいな感じで図面もらって、買い主に渡して、あ、いいな、ということになれば、契約したいですって言って、まあ、売買契約を締結すると。いった流れになるわけなんですね。で、無事契約が終了すると、売買契約のこの報酬内容を決めてるので、ここから報酬もらえますよ。で、まあ、ここの間でも、売買契約を結ぶので、ここでも報酬を買い主さんは、売り物件を探してくれた売買業者に対して、手数料、仲介手数料、いわゆる報酬ですね。報酬を渡すと。まあ、いった流れになるんだよ、という話です。まあ、これが、ま、大体一連の流れになるんですね。で、今解説した、この売買契約とか、指定流通機構っていう、ま、不動産業界のね、用語については、まあ、ある程度ね、一定の理解ができたかなと思うんですけども、その他にもやっぱり不動産業界の用語ってたくさんあるんですよ。だそういったものについては、やはりもう自分で、調べていかないといけないので、もうどんどんね、調べながら勉強を進めていっていただければと思います。で、なかなかね、自分で調べても理解できないっていう方は、今ね、個別指導、やっておりますので、ぜひですね、ご検討いただければと思います。今からであれば十分、今年合格しちゃう自信ありますので、一緒に勉強して今年の合格目指しましょう。効率的な勉強して、短期間で無駄なく楽に合格したいあなたへ。レトスは個別指導を行っております。ぜひ今すぐ下の概要欄から詳細をご覧ください。またチャンネル登録や毎日3問過去問を分かりやすく解説したメルマガも下から無料でご登録いただけます。試験勉強に役立てて次の試験で絶対宅建合格しましょう。